こんんにちは、かけでですすいいつもワンンパターンですいません <laughs> 今日は何か変わったことちょっとできなくてえ今日はすいませんファイヤーさんの新商品9グレード認証豆使用のプラック缶コーヒーの動画ご一緒にご覧いただきたいと思いますまず9グレード認証プラックの説明書いてあるんですけれども米国スペシャルティーコーヒー協会の基準で高い評価を得たスペシャルコーヒー9グレード認証豆その中でもさらに 希少なコロンビアウィラさんの至法わからん。をしようということです。ありふれる華やかな香りフルーティーな味至福の瞬間をあなたの手にということですね。どういう意味なんでしょうか ?9 グレード。あここ一番一番グレードの高い豆ということなんでしょうかですよね。 そういたしましたらまず現在料理の方からご一緒にご覧いただきたいと思いますこちらコーヒーコロンビアウイラサン豆のみということですねその下カロリーの方はえっとゼロキロカロリーということですあ、薄これ多分もっそり高い豆使ってるんじゃないですかね薄いですはい、えー、こちらが旧グレード認証豆ブラックの中身です すごい薄いんですけどどうなんでしょうかですよね香りの方はあいい香りがしてまいりますあのー、すいません適当でキリンさんの豆でもすごいあのー、まあ独特なまろやかさみたいな感じのあのー、香りがきますね <laughs> すいません適当でそれではお味の方チェックしてみたいと思いますいい感じ あのー、あのですねまああのコーヒー的には美味しいんですけどああ <laughs> 的には美味しいんですけどじゃないですね苦味のまろやかさっていうすごいちょっと独特なコーヒーテイストです,すごく美味しいですブラック好きな方にはすごく気に入ってもらえると思うんですけど、えー、砂糖なしのコーヒー飲めない人はちょっとその苦さでちょっと飲めないかもわからないんですが 渋みはあるっちゃあるんですけど渋み酸味あるといえばあるんですけどそれがまたなんていうんですかねそ,その部分がすごいまろやかなんですちょっともう一回チェックしますおーとかうーとかじゃなくてその苦味まろやかな苦味ですごい癒されるっていう感じですねなんかすごい不思議です コーヒーの香りも抜群ですし、えー、めっちゃ苦いんじゃなくて苦み酸味渋みに全部にまろやかさがあるコーヒーテイストですねすごい美味しいですあのー「う」とか「あ」とかそんなんじゃなくて「えー」っていう感じですかね <laughs> すいません美味しいですすごくそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います